では、今まず簡単にここをバックコームしました。でこのバックコームした中をこちら側で今ピン1本で留めました。そしてこの髪の毛を少しずつこちらに崩して持ってきます。こんな感じですね。そしてそこにまたピンを1本、今度スモールでいいです。で固定します。どういうふうにしたかっていうと、こういうムーブできてこの毛先をこちら側に戻したんですね。そしてこれを隣接する部分だけファイナルコームで、隣接する部分だけファイナルコームで取ります。少し逆毛を立てます。そしてここに先に仕込んだこういうすき毛のをロックして一回こう当ててみます、ね、で少しこういらないなと思うこの場で調節します。で出したいボリュームの状態を見極めながら、ピンを一度縦から刺して、で半分ひねってからピニングします。よくこれ普通に刺しちゃうスタイリストの人いるんですけど、必ず一度真横から入れといて反転させて入れ込みます。長足をロングフットを反転させて入れ込みます。でイニングは止める時が重要なのではなく、最初にこの固定するピニングの方が重要だったりするので、しっかりとここピニングします。それで今これをこう巻いて、前のバランス見ながらロールを巻いてこちらにくっつけてくるスタイルです。あと今それをフィニッシュしてウォーキングします。だいたい今これをここに入れたすき毛でここ合わせて持ってきて逆と終えるわけですね。ということで